こんにちは、イノベーティブスポーツのアレックスです。僕はですね、スイッシュチューブのスピンプロ、スピンサブマスターの開発者であります。で、僕の後ろにあるミラクルテニスですね、これは初めて、僕にとって初めて使ってみる練習道具です。で、前から思ってたんですけど、壁打ちでスピンプロを自分で試したりやっていたんですけど、ミラクルテニスを、何回か見て、やっぱりこれでやるとかなり相性いいんじゃないかと思ってました。で、そこで今日ラフィナさん と、ミラクルテニスさんと、コラボでちょっとこういうイベントっていうか、このコラボレーションの、コンビネーションですね、コンビネーションを、やってみましょうっていう話で今日試しに来ました。で、早速肘の下ですね。で、リングが手のひらを上にして親指側です。上ですね、はい、手のひら上で、リングが、外側、はい、僕左利きなんで外側になります、はい、で、チューブがスロートの真ん中部分ですね。センターに入れて、はい、ストッパーを押しながらチューブを通してください。だいたい長さはチューブの半分ぐらいですね。半分ぐらいの長さで短めで最初スタートして、はい、でだんだん慣れると長めにしても OK です、はい、まずは真ん中ぐらいでスタートして、このリング部分に引っ掛けてラケットを持ってください、はい、で僕のグリップはセミウエスター、ちょっと厚めのグリップなので、ちょうどここら辺なんですけど、はい、薄めのグリップの角だとちょっとずらさないといけないんですね。で、目的はこの手首が後ろに、約90度曲がっていることですね。この90度ですね、はい、こう伸ばしてしまうパターンが多いので、はいはい、この形をキープします、はいはい、で、このゴムチューブはちょっとは伸びますので、多少前に伸びないとやっぱりボールがの前に伸びないので、なるほど、このゴムチューブでちょっと伸びるようにしています、はい、この形をキープしてスイングすると、ワイパースイングになってトップスピンが自然とかかってしまうっていうのがあるんですけど、あともう一つ大事なのが、ここでしかボールが打てなくなるんですね、形がキープロックされているので、なんで振り遅れると左に行ってしまう、速すぎるとこっちに行ってしまうので、こう遊びができなくなるので、打点が一定する、打点が一定するとストロークも安定する、プラストップスピンがかけられるという考えです。まずはゆっくりで自分のスイングですね、このゴムチューブを前に伸ばさないことを注意して、伸ばすとここの筋肉にちょっと負担が余計かかっちゃうので、腕が疲れやすくなるんですね。なんでリラックスした状態でもう自然とまっすぐこの状態に勝手になってしまうので、そのもう自然に任せます。自然に任せる、力使わなくて、このスピンするイメージを感じてほしいですね。スタンスも同じ感じですね。おすすめは3分、2分から3分ですね。やりすぎるとこれに頼ってしまうので、本当に3分だけでイメージが頭に残るぐらい、それで外してすぐに打つのが大事ですね。つけてるイメージをして、はい、じゃあバックハンド編。はい、バックハンドですね、はい、スピンプロを使うときは大体フォアだけの練習になって、今度はバックサイドですね、バックだけの、はい、練習になりますけど、はい、最初は両手打ち、両手打ち僕は左利きなので、はい、この右腕につけます、はい、でフォアハンドと同じように位置は一緒なんですね、位置ですね、反対の腕の同じ位置で、リングは上に来るように、でラケットのセンター部分ですね。で今度は手が上になっちゃうので、もう少し短め、最初はさっきは真ん中ぐらいだったんですけど、今度は、クリップの下の部分ぐらいまでですね、もう少し短く、する必要もあるかもしれません、はい、こうやって手を離して打つ方はもう少し短くしても OK です。
でリングに引っ掛けてこの形ですね。この形でこの右手首が引っ張られている、うん、そのこの角度を作るのが目的です。ここが90度ですね、はい、ここが90度、はい、これでまあ右手のフォア打つとこのワイパーモーションでその両手打ち方がこういう感じになります。あ、綺麗に振れそうな気がしますね、それがあると。僕は片手打ちなんですけど、はい、これつけてやるとやっぱトップスピンが自然と、これも結局打点も一定するのでとか安定してくるんですね。うん、これも外してすぐに嫌なのです。早く染み込ませたいという。全部リピート再生見てる感じですよ。そうです。で、片手バック。片手バック。あ、片手も、あ、そうか。はい、片手はですね、トップスピン効果は、まあ、そんなにフォアと両手バックほどはないんですけど、うん、打点の一定ですね。片手バックの問題がこう打ってしまう。肘からリードしてこうなってしまう方が多かったり、手首でこう打ってしまってテニスエルボーになってしまう人が多いんですけど、片手バックは利き腕ですので、今度はリングが内側に、反対側、フォアの反対側になります。ラケットの方はセンター、はい、センターですね。もう半分ぐらいで OK です。はい、クリップしてこう打ちますと、今度はこの、まあ、この三角になってるんですよ。この形をキープするんです。なるほど。でここで伸ばせないので、こう打点が前で自分のパワーゾーンで打つしかない。正しく打つしかない。テイクバックからその形をキープできますもんね。はい、これでキープしてこういう形で、でフォースも同じ形ですね。この形がキープできると、やっぱトップスピンっていうのは片手バックの場合はこうあんまりやらないんですね、うん、こういう動作はあるんですけど、前に伸ばしながら下から上のちょっと回す感じ、うん、なんかフォアみたいなこういうワイパーモーションではなくて、前に伸ばし下から上の動作の方が多いんですね、うん。なぜかというと、まあ、テニスレッスンになっちゃうんですけど、片手バックでこう開いてしまうとボールがアウトになってしまうんですよ、うん、両手打ちだとこうやっても全然 OK なんですけど、片手でこう開いてしまうと面が上に向いてアウトになるので、片手バックの場合はもう少し下から上のモーションでトップスピンかけるのが、まあ、かけ方、うん、で少しこのモーションだけですね。やりすぎるとやっぱボールが飛ばなくなるというので、この形を切るんですね。でまた外してすぐやってみる。違う付け方のバージョンがあるっていう。そうですね、僕は裏メニューって言うんですけど、裏メニュー、バックスライスですね。おスライスもできるんですか。はい、スピンプロっていうのは結局いろんなスピンがありまして、トップスピンもあるしサイドスピンもあって、まあ、スライスバックスピン、はい、でまあいろんなスピンが打てるっていうアイディアですね。スピンプロの名前はで同じ付け方ですね。エルボーバンドの方は、はい、付けるところはラケットの斜め横ですね。斜め横に、さっきはセンターです、ね、センターですね、はいはい、斜め横にして
まあ、これも大体半分ぐらいで大丈夫です。でスライスの多い問題がですね、あのこうやって手首をこう折ってしまうんですね。ラケットの先っちょが投げてしまって、はい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 、こういうスライスになってボールが上に行ってしまうので、うさっきのトップスピンの場合はフォアハンドのトップスピンの場合は手首を後ろにキープ、今度は手首を上にキープする形でここになるんですね。少し角度がきつくなる。こっちがそうですね、あの こうなると、引っ掛けて、引っ掛けるとこのゴムチューブが支えてくれてるので、はいはいはい、手首がこういかないんですね。なるほど。この形をキープしながらスライスを練習すると、なるほど、またこの手首の形をキープしてスライスを、しっかり面が残る感じですね。そうですね。これもまた外してなしですぐに反復、はい、同じ形をキープしてキープしているイメージですね。この繰り返しがやっぱりまた、その反復練習というか、1回つけて外して、はい、つけて外しての繰り返しが良さそうですね。やっぱり人間の覚え方っていうのが、まあ、いや僕がみんなと話している時に、うん、トップスピンはこうやって打つんだよって聞くと、うん、多分 5% しか脳に残らないですね。なるほど。でそこで僕が見せると、まあ、10% から 15% になって、うん、一番覚えやすいのが実際やってみることなんですね、うん、実際やってみると 70%、75% ぐらい染み込んで、うん、そう体感するんですね。そのスピンプをつけて、うん、じゃあワイパーするのはこういう形なんだっていうのを体感すれば 75% 脳みそに残って、うん、それを外してすぐにやってみること、または友達に教えること、うん、で 90% 残るので、その繰り返しをすれば早く体に染み込ませるっていうような考えなんですよ、ね。うんうん、なるほど。外してすぐやるっていうのが結構良さそうですね。はい、やっぱり素振りでも OK、壁打ちでも OK なんですけど、うん、まあ、ミラクルテニスだと実際にボールがしっかりフルスイングで打てるので、うん、つけてフルスイングやってすぐ外してまたフルスイングでやるのがまたいいところだと思います。壁打ちでフルスイングだとペースが結構速いですね。そうですね、早く戻ってきて危ないですね。逆にその点ではミラクルテニスはペースが一定っていうのはいいですね。そうですね、はい、もう一定させて、あとフットワークの準備する練習にもなるんですよ、うん、なるほど。先ほどちょっとやってたのが、プロ選手っていうのが大体ショットとショットの間12歩ぐらい、10歩から12歩ぐらい動いてるんですね、うん、でまた次のボールまで、はい、でレベルが低いとだんだん数が減ってくるので、やっぱり足を動かすっていうのが非常に大事で、これだとボードを持って動いて動いて、で壁打ちだとこんなのできない。そうですね、戻ってきておっと、うん、避けるフットワークになってしまうので、そうか、構える練習にはならないですね。なるほどですね。でこれ今日僕初めてなんですね、うん、使わせてもらったんですけど、はい、やっぱりいい、なんですかね、体に染み込ませるリズム、なるリズムがいいと思いますね。でスピンプロも、かなり相性が良くて、うん、ぜひ皆さんもちょっと試してほしいです。やっぱりイメージ、やりたいことと実際やってるイメージが合わないっていうのがう、ね、多いんですね。ここありますね。で 100% 合わないんですね、うん、プロたちも絶対合う日もあるけど、うん、ほとんど合わないので、そこでじゃあどう調整していくかっていうのが、うん、やっぱりプロとアマチュアの違いかな。なるほど。自分の動画とか撮ってみるとびっくりしますもんね。そうですね、はい、僕も多分この動画を見るとあれ重心高いなと自分ではこうなってるつもりなんですけど、やっぱりそのやってるイメージとその感覚がずれてるので、うん、そういった意味でもこうやってミラクルでチューブつけて動画を撮ってチェックするっていうのは、はい、繰り返して繰り返して外して実際にやってる。あ、なるほど。目的はやっぱりテニスを上手くなって、うん、なテニスをもっと楽しむことなので、うん、で練習でうまく、まあ、これつけてうまくできなくても外してうまくできるようになるのが目的なので、まあ、ゴールはそこですからね、はい、でこれはもうあくまでもイメージを、うん、頭に残す、うん、そこで自分で実際にイメージ通りできるかどうか、うん、なるほど。